サボを直しに行きます。あれ、アメティスト、はい、はい、はい、ありがとうございます。ナイス、ナイスボタン、ナイスボタン。はい、ナイスボタン。はい、あんたがパヨさんのツイッターブロックします。これ熱めんチャゲポヨさんブロックします。チャゲポヨさん、チャゲポヨさん、イブだ。面倒見ました、面倒見ました。チャゲポヨさんのチャゲポヨさんインポスターです。連携、連携お願いします。連携、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 トウヤさん、チャゲポヨさん、テラドーさん、夏目先生や中野アルマさん、連携、ボットも連携、トウヤさん、チャゲポヨさん、サクヤさん、アルマさん、遊ぶ前にボット連携してください。君もだろ。すいません、すいません、すいません。トウヤさん、トウヤさんだけ諸説あるね。ないない、本家が喋ったら黙るの。やばガチで、これはやばい。ありがとうございます。もう白い人多いな。はい、コックピットのアドミン前でアシエさんです。アドミン前、コックピットのアドミン前でアシエさんはシャワー室で見ました。メインホール側に行ってますね。だいぶ直近ではないけどちょっと前です。チャゲポヨ、はい、チャゲポヨ、マシャカリ、フジフェアが結構白勝負できるじゃないですかね、セキュリティ方面で。チャゲさんはわかんないですけど、マシャカリさんはエレクトリカルで、うん、まあ中盤以降ほぼ一緒だったんで、ね、ほぼ無理だと思います。あれ、藤宮さんエレクトリカルでしたか？エレクトリカルを行ったり来たりしてましたね。はい、うん、あ、なるほど。一応そのコクピット行く前にキッチンで東屋さんとすれ違ったんですが、多分キルクラ来てないと思うんだよな、そこのタイミングって。東屋さんはもうセキュリティから行ってますよね。そうや、キッチン脇で展望デッキに先端さんを残してセキュリティでマシャカリさん合流で、そこで延期してですね。先端さんを残したんですか？はい、僕が先に出ました。僕が先に出て、エンジンのタスクして、今、昇降機左です。あ、そうなのか。容疑者1かな。一応浮いてはいます。そう、怪しんで言っていいですか？貨物室の奥で金庫一生いじってました。怪しい。怪しい。怪しい。諸説ある。テラゾウさん怪しい。諸説あるけど、まあまあ、白いんじゃない？場所が本当になったら。そうね。東屋さんの白拾えますか？マシカリさん、時間とか。あー、そう。セキュリティ見てましたよね、最後少し。いや、セキュリティ見てなくて、ビデオデッキのやつですね。あ、ビデオデッキか。ごめんなさい。はい、その後でもね、藤宮さんと東屋さんたちと入れ違いで、東屋さん上行って、ああ、できなくはないと思いますね。まあ、メインホールなら、多分ギリいけると思います。微妙に白拾えない場所ですね、東屋さんは。まあ、メインホールからエレクトリカルに行ってる可能性ってないんですか？は、東屋が階段下めっちゃ通ってるんで、ないと思います。あ、OK です。はい。センターさん、夏目さんは、センターさん、夏目さん、どこでしたっけ、最終が。シャワー。昇降機。シャワー、昇降機。了解です。結局、左って誰が？
僕と東屋さん、あ、てかそこ左のコックピットでしたよね。うん、恥じて、まあ、となると僕メスなメス、じゃあ中野アルマさんしかないか、寺田さんか。ダウンロードどこだ。アーカイブか。今。はい。ごめんなさい。3人で証明してたのがマシャさんとトヤさんともう一人でした。いや、トヤさんじゃない。藤宮マシャカリ、チャゲポヨさん。そうそうそう。はい。青、チャピーク。で、藤宮さんはチャゲポヨさんわからんって言ってましたね。そうですね、はい。一応、はい、まあ、後半は一緒だったので、直近のキルだったらわかんないですけど、うん、前半のキルは無理。あ、じゃあ後半のですか、セキュリティです。セキュリティ最後に。チャゲポヨさんって最後10秒くらいで行きました。チャゲポーさんで席までどうやって行きました？宿舎前で湧いて、その後エンジン通って武器庫キッチンセキュリティですね。ん、合ってない。 僕も合ってないですよね。チャゲさんだったら最後の方だからできなくはないか。僕、前半キル、足湯さんのキルをチャゲポーさんがやってる可能性はあります。そうですね、後半だったら、はい、後半は絶対ありえないです、うん。僕なんかバイタルとかってあります？ないか。で、藤宮さんはどっから席まで？僕、マシャさんは見てるんですよね、セキュレ。メイン脇でエレクトリカルにすぐ降りて、エレクトリカルで、トウヤさんとかマシャカリさん、あ、トウヤさんはセキュリティか。エレクトリカルのタスクやってて、セキュリティをちらっと見たときにマシャカリさん、トウヤさんがいて、また一回エレクトリカル戻って、タスク終わったんで、セキュリティの方に死体確認しに行って、最後、チャゲポヨさん、マシャカリさんといました。そうね、藤宮さんは結構接触回数多いから、うん、厳しい。なんで、マシャカリさんまではほぼ白で置けてます。メインからエレクトリカルって即降りましたか？即ではなかった。ああ、シャワーだけやりましたね。そうですよね、メインに湧いたのが僕と藤宮さんと確か咲夜さんだったはずなので。うん、はい、で、あれ、あ、そうなんだ。あれ違ったっけ。いや、どうぞどうぞどうぞ。まあ、他の人覚えてなかったんで、うん、あれです。アルマくんどうぞ、シャドウが喋った方が良さそう、はい、うん。いや、ごめんなさい、でも絞れないかな、左。結局僕のセルフもあるし、チャゲポヨさんもその、うん、チャゲポヨさんもあるし、結局はその後、まあまあまあ、サクヤさんってシャワーの方行ってるから、多分寺澤さんも単体浮き位置かな。何も喋ることもないんだよな、うん、あー、寺澤さん、いや、申し訳ない、絞れないの。アシオさん、仇取るわ。メトロイドプライムやりたい。やったことないんだよね。やるの夢なんだよな。めっちゃ当時欲しかったな。あとバイオハザードやりたいんだよな。バイオハザード。いや、ナイスボタン。ナイスボタン。ナイボー。いいね、キルクーさん。ナイボー。ちょっとそうですね、死ぬ前に喋りたかったのが、先端さんがそのエンジン側を通っており、はい、僕が、キッチンからそのコックピット側を通っており、どっちもチャゲポヨさんを見てないっていうのがちょっとさすがに怪しいかなとは思って、それって足湯さんキルの容疑者として怪しいですか？そうですね、うん、オッケーです、はい、あ、武器庫でタスクとかってしました？まあしましたけど、あ、左下一瞬入った、ね、ミラクルが起きてますね、うん、僕エンジンの配線だけなんで、その時にその間に通っており、僕が左下に武器をしまってる間に武器を通るっていう。ちなみに東屋さんもそこら辺通ってたんでしたっけ？東屋は東屋さんはキッチン初手で、そこからセキュリティ、最初手です。僕が最初手ですだから、はい、チャゲポ屋さんがやってる可能性としては、宿舎前に湧いてくるくるタイムを貯めて、金庫コックビットで殺して、弁当で展望デッキセキュリティ、うんうんうん、あ、まあまあまあ、まあ、それが一番しっくりくる、それが一番目視点だとしっくりくるかな、うん、どっちも見てないっていうのが、うん、センターさんも僕も、
さこやさん、なんで？さこやさんだね。まあじゃあ左はそうですね。あでも結局は浮き位置がいるから、うんね。まあまあまあ。そうなんです。わかんないし、そう先端がインポスターで見えてても見てないっていう可能性が。そうどっちかが見逃していてどっちかが嘘ついてるとかも全然あるから、うん、結局全視点で。だってすれ違ってない。そう左がまあさこやさん黒くて浮いてる先端さんと。リポートしたアルマさんっていう感じですよね。直近10秒以内にさ同じところにいた人って誰かいますか、はい、それが藤宮まさかりさん。そうね、はい、それ以外でいないいないじゃない、以外はない、うん、いない。右の容疑者は結局、まあ、夏目さんからの証言を信じるとシャワーからメイン付近ってことですよね。メインに行った、シャワーからメインに、はい、うんうん、入った、出る、なるほど。まあ、のが何秒前ぐらいでしたっけレポートの。もう5秒以内、うん、10秒以内、10秒以内数えてないかわかんないけど、うん、次切る松か。先端さんってどこを一番死んでます、わかんないです。 オッケーです。寺蔵さんは多分浮き位置ではありますね。そう金庫にいたっていうのが、竹林さんが宿舎前を相手だったら寺蔵さんそこは否定できるから、あってもエンジン脇かなって感じかな、うん、わかんない、正直わからん。エンジン脇は正解だったか。いやまあこんな遅いか。であとだんとつか白シャワールームです。マシャカリさん発見です。貨物見て、メイン時電気にシャワー貨物1ぐらいあったんで右側に走ってました。テラゾーです。はい、見てました。シャワールームにで、中野アルマさんとトウヤさんと一緒にいました。はい、誰どっちかが上に行ってどっちかが左に行ったの確認してるんですが、アルマさん上でトウヤが電気室です。アルマさんじゃないですか。アルマさんと僕アーカイブですれ違ってるので、アルマさんが上に行ったのね。トウヤが電気室で、側に向けて、そうです、シャワールームに僕閉じ込められました。で扉が左の扉開いたらそこから今マシャカリさんとすれ違って、マシャカリさんはシャワールームに入ってきました。トウヤさんがどっかに行ってるので、おそらくトウヤさんが引き返してきて殺すってことは厳しいかなと思ってます。自分からトウヤさんの目撃証言出してて、停電中ではありましたが、エレクトリカルにトウヤさんてか人影が見えてて、それがトウヤさんだと思います。無理だと思うだから、はい、最終位置がそこにトウヤさんしかいないのであれば、でもエレクトリカルにトウヤさんしかいないのであれば、アルマが上がに、そうですね、アルマが上に行きアーカイブラウンジの間でチャゲポーさんとすれ違っているのでチャゲポーさんは一番怪しんでいますが、7秒前にバイタルを見た、あ、ごめんなさい、9秒前にバイタルを見た時に死んでいなかったので、うん、あ直近ってことですね、うん、セルフもやや疑ってる、セルフがチャゲポーさんかなって思ってます。ただテラゾーさん視点の怪しいのって誰でしたっけ。怪しいのはいないけど、あの、うん、2人が戻ってきたんであれば怪しいけど、模様って来れないんだよね。だってチャゲポヨさんとすれ違ってるわけでしょ、アルマさんは。チャゲポヨさん視点からもそうなんでしょ。すれ違ってますけど、うん、その後僕はアーカイブ昇降機右行ってるんで、まあ、引き返してる可能性はゼロでもない。全いや引き返してるよりは多分僕が貨物で弁当でシャワーで切ってるのが一番しっくりくるんじゃないですかね、チャゲポヨさん視点だと。怪しいけどこれつって間違ってたら、でも、うん、アーカイブとシャワーの間のドアで寺澤さんいるの見てますけど、僕すれ違ってないですよね。釣られるの僕。トウヤがいるか。寺澤さん対抗、対抗。ああ、まだ直近か。マジか。二郎は残ってるので、ちょっと誰か釣ってください。
はい、押しました。ありがとうございます。チャゲポヤさんは1キル目も含めて容疑者位置だったので、はい、自分は釣ってて、そうですね、なった場合酒屋さんのキルが無理なのがマシャカリ藤宮、はい、なのでここ2人は外してマシャカリが死んでるから藤宮隠しろで今のところ置いてます、うん、でやっぱ二郎ケアをで誰を釣るかっていうのが、うん、だったらアルマがちょっと怪しい、うんうん、かなって自分は思う。そうですね、釣るならそこって感じですね、はい、うん、はい、任せます。僕スキップ入れますけど、ただうーん、チャゲポヤさんで落ちてる確証も別にないからな。あれアルマ視点で誰になる？いや、もうもちろんチャゲポヤさんが一番怪しいです。ただ、うん、9秒前に見た時に死んでいなかったんですよね。でだから9秒に死んでいて、うん、自身の、バイタル情報だと、はい、ってなるとチャゲポヤさんとすれ違ったのでだいぶ前だから、ずっとシャワーに行ってキル知ってることになるかちょっと違和感があるなって感じです。シャカリさんは多分タオルタスクとか長いタスクがシャワールームであったんだと思う。ちょっと気になってるのは、トウヤさんが最終はセキュリ、エレクトリカルで目撃されたってことなんですけど、シャワーで切って下がっていったっていう思い、はい、アルマさんと同じタイミングで離れてます。うん、テラゾーさんがとどまってるから一斉に離れてます。でエレクトリカルにトウヤさんがいたんであれば、うん、藤宮さんとトウヤさんは重白いと思ってる、うん、じゃあテラゾーさんはむしろ弾けないってことですか。そうですね、はい、エンジンルームで給油のところで誰かと会ってんだけど誰だったっけ。僕です。なんか、あ、センターか。正直あとあとアルマさんが塗られるとめんどくさいからここでずっと来たいですけど、どうですか裏の他の方は。東山も、まあ、アルマさんかセラゾーさんはだとしてもぐらいです、ね、リーチとして危険かなって思って。リーチっていうかそれ普通にやってそうな位置として、うん、てか、まあ、それもあるね、ローラーって感じですね。アルマさんを釣るので僕はアルマさん釣ります。うわアルマさんか。いや議論的にはめちゃくちゃ白いんだけど申し訳ない、うんうん、一応めっちゃ情報出していただいてるのに釣れてると思うからこそあんま釣りたくないけどね。遺言、遺言ねえなその金庫が残っておる。予報金庫右にあるはず。青。よいしょ。青オレンジ。このサボを直しに行きます。白。先生もあり得るの。白。青白。ユンチ。拓也さんのキルが一応可能なのが夏目先生も。されるのは厄介だから。あと耳行く。死んだ。いいボタン。もう危ねえ。死んでない。
死んでないです。もう死んでない。神ボタン。そう、バイタル見てたんですけど、死んでなかった。よかった。いました。電気あと1。多分電気1。もう僕タスク終わってます。電気1。電気診察1、ミーティング1ぐらいでした、ね。電気、電気だった。電気か診察をうろうろしてました。自分は。清宮さんが電気で、あとに診察か。合ってます。はい。タスク終わってない人。はい。あと1つ。あと3つぐらいある、4つぐらいあるかな。じゃあ、僕もう終わってるんで、ヘロさんはもう、無視で。タスク頑張ります。はい、頑張ります。はい。先端テラゾー視点でお互いインポスターなのに。そうなの。太陽昇って眩しい朝だよ。どうしようかな。あと耳の怖いからな。いいナイスナイスかー。あれナイスファイト。え、藤宮さんだ。藤宮さん。いやー、すげえ。だからセルフですよね、ま、あのマシャさんって。え、セルフ？え、セルフ。そうそう、僕セルフですよね。やっぱなんか。後ろではなかったのか。え、ごめん。え、サクヤさんを切るってどう？ジミヤさんでメインとエンジンの間で殺されて。サクヤさんは僕がキッチンからメインに弁当で飛んでキルして、またすぐ戻ってセキュリティでチャゲポヨさん、マシャカリさんと合流して。いやー、うまい。そういうことか。いやで、エレクトリカルから普通に来ましたよ。マシャカリとずっといましたよって言って。そうですね。はい。超うまい。いやー、さっき。まあ、それはわからんはずだな。マジで、そう、テラゾーさんボタンが最高でしたね。タスク勝ちの勝ち筋しかなかったからね。あのターン。めっちゃ良かったな。ボーヤさんとセンターさんがずっと一緒にいたから、そう、キルできなかったんですよ。あれありがたかったね。一緒についてきてくれたから。うん。そうっすね。だからコックピット見てましたね。あ、相方でライン切ってるのか。そう、チャゲポヨさんが怪しいってなってるから、そう、藤宮さんが最初にチャゲポヨさんわからんっつってるから、最後夏目先生にセンターさんとテラゾーさんお互いにインポスターなので、二郎がいたのか、隠しろ。いやー、センターなんだ。何を言ってるんだこいつはと。ごめんなさいごめんなさい、トウヤさん白で、トウヤさんエクトリカルにいて、サクヤさん無理で。だから、で、藤宮も隠しろだから、なんでこんなに。よくわかんない。僕、なんか消去法的に夏目先生ぐらいしかないんだけど。あ、まあ、それはそうなるね。そう。よかった。あ、まあ、酒屋さんの切るね。あ、東屋さん切ってセンターさんに塗ればよかったのか。その方が早かったかな。怖い。やめなかった、ナイス。タスク勝利しかなかった、本当に。タスク勝利しかないっす。本当にね。うまかったね。ピンに釣らなくてよかった。一旦丸々費やしてる場合じゃなかったわ、マジで。いや、危ない危ない。なれよ。上手でした、うまかった。うん、うまかった。